では今日も県内の感染状況を詳しく見ていきます。まずこちらですが、県内の感染者の推移です。3月25日から時短要請、そして4月5日からまん延防止措置が適用されました。見てみますと、3月の終わり頃から4月の頭にかけて最も多く出まして、その後緩やかな減少のカーブを描いています。今日も感染者確認されています。そして次です。宮城県を人口10万人あたりで全国と比較してみます。宮城県は 16.74 人と、一時に比べてだいぶ減りまして、全国で12番目まで下がりました。はい、で次です。県内の療養者の状況です。794人今日はいまして、昨日と比べると1人増えました。そして入院等調整中の方が80人、自宅療養中が251人、そしてホテル療養中は275人、そして入院中の方は188人という内訳になっています。で、入院中の方のうち重症者は18人となっていますね。昨日と見てみますと、療養中の方、そして自宅療養者、そのうちの自宅療養者が増えているという状況で、入院調整中は20人増えているという状況になっています。次です。はい、病床占有率です。県内全体で見てみますと、新型コロナ患者に対して今すぐ使うことができる病床は266床ありまして、そのうち今188人いらっしゃるということで、占有率は 70.7%、 重症者は 58.1% となっています。で、これを仙台医療圏に限ってみますと隣になります。仙台医療圏では170床今すぐ使える病床がありまして、146人ということで 85.9%、 重症者は 76.2% ということで、一時は、9割ぐらい仙台医療圏であった中で減ってはいるんですが、依然としてかなり高い水準は変わっていません。